本日の第2試合グラップリングスペシャルエキシビションマッチ5分1ラウンド行います。はじめに青コーナー内川親方の入場です。総合格闘技チームソフトコンタクト内川お願いします。赤コーナーより谷拓郎選手の入場です。谷ジュース谷拓郎より炭秀明さあ、この5分1ラウンドは、関西格闘界では見ものでございます。レジェンド中のレジェンドの2人の、エキシビションというのが本気でございます。ラウンド1ファイト。さあ、白いコスチュームの、谷拓郎選手はですね、知る人ぞ知る、ブラジルプロレスの重鎮でございまして、もっと早くもそして足を決めていくのか、互いに決め合っているのか、谷選手はですね、ブラジリアン柔術を日本で初めて道場を作ったという、ね、伝説の人でございまして、パンアメリカン選手権柔術で準優勝しております。世界大会にも出たというですね、本当に、日本にブラジリアン柔術を広めた方でございまして、最初に今下になっております内川親方は、ソフトコンタクトの総数でありまして、最近ですね、本当にワードップのチャンピオンとかですね、たくさん育ててるんですね。シュートのストロンガー選手であるとか、ワードップのチャンピオンであった、玉木久成選手の師匠でございます。関西格闘界の重鎮同士のすばらしいエキシビション、エキシビションでしょうか、これ本気になってますね、この完全に、勝敗つかない、完全にガチですね。そうですね。さあ、今ですね、柔術家、谷先生が上になっておりまして、さあ、どう決めていくのか。肩固め入る、まだですね、まだですね。しかし苦しいな、苦しいな。ギロチン入ってませんか、大丈夫ですか。さあ、上を取っていく。さあ、内川親方苦しくなったね、これは。完全に脇上げられてますね、これ危ないですね。さあ、ここからでは見えにくいんですけれども、起き上がりまして、腕いくんでしょうね。腕いくのか、首でいくのか、狙ってますね。さあ、決死のディフェンス、そしておっと、腕を絡めていった。変形の三角的なのになってますね。いただく2分経過、三角になってますね。トライアングルか、変形のトライアングルを狙っています谷拓郎選手。さあ、親方がこれは上になっても苦しいですね。こうなるとどうやって逃げていくのか。あ、入ります。入ったか。まだディフェンスしている、まだディフェンスしています。タップしなかった。5分、そのまま。さあ、2本目です。さあ、エキシビションですか、そのまま続きます。まだ飛びついた、ちょっと今度は足を取って、今度は親方が上に回るか。これまた谷さんの得意なポジション、得意のポジションですね。さあ、下から腕を固めていく。なんでしょう、ボブサップの上出しが彷彿させますね、これは。でも三角でも十字でもどっちでも狙いますね。狙いますね。しかし親方も黙ってかけられる親方じゃないでしょう。十字使いの怖いところ分かってても決められちゃいますからね。ねえ。さあ、手首を押さえて首を固めていった。
さあここからどういう展開を見せるのか。おっとまた腕を、おっと今度はバックを取った。さあそして今度は絡めていく、体勢を入れ替えた。うまいですね。さあそしてハーフガードですね。残り時間1分、残り時間1分。さあそしてこれは、自然にドントムーブから、腕か首か、首を固めていくか。これ最後船木さんとヒクソンがやった時の体型ですね。内川親方ですね、 ACF の初代タッグチャンピオンなんですけどね。おっと己の腕で、ね、これは苦しいか。己だぜ。しかし、あ、これガードしますね。残り時間30秒。さあ十字には行かせたくない。こらえきれるか。残り時間20秒。こらえられるか。あー、いかれる。うん、苦しい苦しい苦しい。あった。うまい、うまい。2本目です。さあ残り時間10秒です。最後一発大技あるか。試合終了。すごいな。見事な技術戦を見せていただきました。両選手に大きな拍手をお願いいたします。次の ACF ではこのお二人の弟子が戦うことでしょうね。またね、またすごい試合を期待しております。ありがとうございました。いや、技術戦久しぶりに見ましたね。この技術戦はめちゃめちゃうまいですね。うまかったですね。うまいしか言葉出てこないですね。あとじっくり親方に聞いてみたいですね。さすがです。